感染症を予防するには、換気、手洗い、咳エチケット。3密を避けて、これで感染症対策はバッチリですね。でも、何か心配。だったら、いい方法があるの？その方法は、免疫力をアップすることなのね。そもそも免疫とは、体内に侵入してきた細菌やウイルスなどの異物を排除する仕組みのことです。免疫細胞と呼ばれる白血球の仲間が連携して、侵入してきた異物と戦い、私たちの体を守ります。この免疫細胞が元気に働くと、感染症にかかりにくくなったり、かかっても軽症で済みます。つまり、免疫細胞が働きやすい体内環境づくりが免疫力アップの秘訣になります。押さえておきたいポイントは、運動と食事。シニア世代の方はフレイル予防にも気をつけましょう。